1年中乾燥気味っていうのと、あと逆に香りとかが強いものを使うとちょっと刺激を受けるやや敏感めっていうのも普段からコスメ選びで気になってたところです。オイルってベタつくイメージがあったと最初に使っても浸透するんだなっていう、お肌がもちもちとして浸透も高まって保湿が高いっていう印象でした。年齢的にもこういう油分が少し入っててとろみがあるような保湿力の高いコスメがちょうど合う時期なので、私としてはいい商品に久しぶりに会ったなっていう印象ではあるんですけども、もともと肌乾燥気味で気になっていたので、やっぱり保湿力がすごく高いなっていう印象ですね。オイルですね、開けた瞬間香りが良くて癒されますね。肌にのせてみるとこう吸い付くようなもちっとした手触りになるんですよね。浸透力が明らかに高くて、その次の化粧水の妨害もしてなくて浸透プラスになってるっていうのが分かるので、このオイルはすごいスペック高いと思います。お風呂上がりのまだちょっと水分を含んだしっとりした肌にすぐ塗るっていう風にはしていたんですけど、まずオイルで手のひらに出してちょっと温めて、手のひらでまんべんなく伸ばしておいてから、顔全体に全体的にこう押し込むようにクッシュして全体に塗ってあげます。夜寝る前だけはさらにその上にオイルを一滴二滴、さらにさっきのハンドパック塗ると、さらに浸透してもちっとするような感じはありましたね。10分が変えられるっていうのは発想が新しいので、お肌のコンディションに合わせて使えるっていうのはいいと思います。